それでは今回はよく生きるための哲学入門、正義の教室について解説していきたいと思います。正義、正しさとは何か、3つの正義、幸福か自由か道徳か、どれが正しいのか考えていきたいと思います。正義とは何か、人としての正しさとは何か、しっかりと考えていきたいと思います。いろんな具体例をもとに説明していきたいと思います。最初の議題は、学校での焼きそばパンの転売は正義に反するのか考えていきたいと思います。購買部に一番近い教室の生徒がその地理的優位性を生かして焼きそばパンを全て購入したとします。そしてその後購買部のすぐそばで買い占めたパンに50円上乗せして他の生徒に売る。そしてそれが毎日完売の状態です。この行為っていうのは正義に反するかどうか、あなたも考えてほしいと思います。いや、みんなが買えるパンを50円上乗せして他の生徒に売るなんて卑怯じゃないか、それは正義ではない、人として間違ってる、こう考える人もいると思います。でも一方でこういう考え方もあると思います。正義っていうのは全体の幸福度を増加させる行為のことだと、みんなを幸せにする行為が正義だと、転売っていうのは要は本当に欲しい人に物を供給するシステムのことだと、購買部のおばさんは焼きそばパンが全部売れてハッピーでしょと、転売する人はお金が儲けられてハッピーだと、たくさんお金を出してでも食べたい人っていうのは食べられてハッピーだと、そして食べられる焼きそばパンも自分を求めている人のところに行けてハッピーだと、どう考えても全体の幸福度、ハッピーポイントの合計値は向上しているからこそ、これは人として正しい行為だと。これが正しくないって言うんだったら、定価よりも高く売ってる時計だったり、定価よりも高くメルカリで販売したりとか、それも全て正義ではない、このような考え方になってしまうと思います。このように正義っていうのを自由って捉える人もいれば、道徳とか倫理って捉える人もいます。また別の例として、もし小さな町に病院が一つだけあったとします。その病院っていうのはオペが1日に3回しかできないような小さな病院であったとします。その隣に住んでいる人が毎朝オペの予約を行って、その権利を100万円で売っていた。これっていうのは正義ですか？この行為っていうのは正義だと思いますか？人として正しいと思いますか？さっきの焼きそばパンの話とどこが違うのか。オペの予約もその権利を売ることも自由だから、好きにさせることが正義だと、全体の幸福度を増加させる行為だから正義だと思う。一方で他者の事情につけ込んでお金を得ることだけを目的として経済活動を行う、これっていうのは僕は不正だと思うと、正義ではない、このような考え方もあると思います。正義の判断基準に関しては3つあります。人間が持つ3種類の正義の判断基準、1つ目が平等の正義を実現する平等を重視する考え方です。これは功利主義と言います。全体の幸福を重視する考え方です。2つ目が自由の正義を実現する方法、自由主義についてです。自由を重視するような考え方です。3つ目が宗教の正義を実現する方法、直感主義です。道徳を重視する考え方です。簡単に説明していきたいと思います。平等っていうのは功利主義のことです。最大多数の最大幸福という言葉で説明されることが多いです。全員の幸福度を計算して、その合計値が一番大きくなる行動をしなさい、それが正義だっていう考え方です。次に自由主義です。人の自由を第一に考える思想のことです。個人の自由を守る行動をしなさい、それこそが自由だと、人っていうのは本来自由だから自由に行動していいでしょう、このような考え方が自由主義です。他人の自由を奪わない限り何をしてもいい、このような考え方です。3つ目は直感主義です。良心に従って道徳的な行動をしなさい、それこそが正義だっていう考え方です。続いて功利主義の問題点について解説していきたいと思います。功利主義が目指すのは最大多数の最大幸福です。つまりみんなの幸せを重視する考え方です。その幸せを実現させるためにはどうしても他人を抑圧する強力な権力の行使が必要になってきます。例えば3人のうち1人が飢えている時におにぎりをどう分けるのがいいかっていう問題があったとします。その時に飢えている人に多めにあげるのが全体の幸福度が上がるっていう結論になります。その結論を実現するためには飢えてない2人からおにぎりを強制的に取り上げるという強い権力が必要になるってことです。人間っていうのは自由に活動させていたら必ず勝ち組と負け組、お金持ちと貧乏な人が生まれます。その不平等さを改善して平等の制御を果たすためには、勝ち組やお金持ちの自由や所有権を制限する強制力、強い権力が必要になるってことです。功利主義っていうのは恵まれた人の権利を抑圧して最大多数の最大幸福を達成するという目的を持っている以上、強い権力を持つ必要があって、たくさんの問題が生じる可能性があります。続いて直感主義の問題点について解説していきたいと思います。例えばある子供が通っていた保育園で火災が発生しました。
当時消防士でその現場にいた父親は30人の子供がいる部屋には向かわず自分の娘だけを優先して助けました。これっていうのは正義的に正しいですか？ただし補足として父親は消防士なんですけどその日っていうのは休みでした。仕事中ではなく自分の娘だけを助けに行くという選択っていうのは間違っていると言えますか？むしろ被害者の一人だと言ってもいいぐらいだと思います。それでも父親が現役の消防士であったこと、そして火事で亡くなった子供の人数の多さに世間っていうのは彼の選択にたくさんの疑いと懐疑の目を向けました。この父親の行動は正しいと思いますか？このお父さんは助かる人数が多くなるよう平等に助けるっていう功利主義の考え方で人を助けた方が良かったのか、いやお父さんだって自由に生きる権利はあると、だから自由主義の考え方でいいと、自由に助けで良かったんではないか、またもしくは娘は何よりも優先して助けたのは親として立派な行為であって直感主義的にいいんではないか、このように考えることができると思います。何が正義なのか、何が人として正しいのか、これを考えるには自由主義、直感主義、功利主義っていう考え方があります。哲学の勉強をしていくと結論っていうのは何が正しいかっていうのは分からないってことです。でもそのお父さんっていうのは正しくありたいと思って娘を助けました。全体の幸福よりも自分は自由だ、娘を助けるのが親として正しい、自由主義と直感主義を信じて行動したってことです。冒頭で解説した焼きそばパンの転売に関しても平等、自由、宗教という異なる正義の判断基準、このどの判断基準を取るかによって行動、正義っていうのは変わってくるってことです。この本を読んで思ったのは正義っていうのはあくまでも建前で本当は存在しないってことです。この本を読む前っていうのは何が人として正しいのか、あるべき姿っていうのは何なのか、そう考えたんですけど、読んで分かったのは正義とか正しいなんてものにこだわっていたらダメだってことです。人っていうのはどの判断基準を取るかによって正しさっていうのは異なってきます。あなたがもし子供がいて保育園で火事になった時にあなただったら自分の子供を助けるのか、自分の子供を見捨ててでも多くの人を助けるようにするのか、娘を助けるのが親だっていう考え方があるんだったら娘を助けると思います。このように正しさっていうのはどのような判断基準を取るかによって変わってくるし、僕たちが行動していることっていうのは自由に行動している、みんなが幸せになるために行動している、論理的倫理的な行動をしている、全ての人間っていうのは正しい行動をしている、このように考えるのが哲学においてはすごいいいんじゃないかなと読んでいて思いました。それではまとめいきたいと思います。正義の判断基準は3つしかないです。1つが平等の正義を実現する功利主義です。幸福を重視する考え方です。全員の幸福度を計算してその合計値が一番大きくなる行動をするってことです。保育園が火事になった、娘が1人いる、30人の子供がいる、30人の子供を助けるっていう考え方が功利主義の考え方です。全体が幸せになるように行動するのが正義だっていう考え方です。2つ目の考え方は自由の正義を実現するための自由主義です。自由を重視する考え方です。火事にあった時に自分の娘を助けたい、たくさんの子供を助けたい、人によって考え方は自由です。自分が思うように行動するような考え方です。3つ目が宗教の正義を実現する直感主義です。道徳を重視する考え方です。人として正しい、良心に従って道徳的な倫理的な行動をするってことです。親が子供を助けるのが正しい、そう考えるのが普通だと思います。その場合は30人の子供を見捨てて1人の子供を助ける、これが直感主義です。平等、自由、宗教、異なる正義の判断基準があります。何が正しいかの基準っていうのはそれぞれ違っていいってことです。人として何が正しいのか、正義って何なのか、正義っていうのは僕はあくまでも建前だと思ってます。本当は存在しないです。人がやってる行動っていうのは全て正しい、このように考えるのが哲学においてはいいんじゃないかなと読んでいて思いました。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。